はい、えー、皆様明けましておめでとうございます、えー、楽天の三木田でございます、えー、今年もですね、えー、この楽天の新春カンファレンス今年は去年とは違ってこのようなオンラインでの開催ということになりましたけれどもご参加いただきまして誠にありがとうございます、えー、なんとですね今3万人以上の店舗運営の皆様がこの プレゼンテーションにデジタルで参加しているということで、まあ、むしろですねリアルでやるよりもたくさんの方に参加していただいているということになっておりまして今日このセッションをはじめさまざまなセッションを通じて皆さんのですねインターネットショッピングに関する知識なりあるいは世の中がどういうふうに変わっていこうかとしているかというようなことにつく関しての知見等が広がればなというふうに思っております。 まああのもう本当にねこの一年間、まあ、まさか、えー、こんなにですね、えー、コロナが長引くとは、えー、誰も予測してなかったのではないかなというふうに思います。えー、私自身もですね昨年まあ半年はかかるかなというふうに思っておりましたけれどもワクチンが今さまざまな国で接種されるようになったとはいえ。 おそらくあとヶヶ月、月ければ6ヶ月またその後もですね本当にこのコロナというものがなくなるのかそれともまさしくウィズ・コロナという形でこれからもコロナなどのさまざまな疫病をですね想定しながら世界は進んでいかなくてはいけないのか、まあ、このような事態にも我々は備えていけない。 ではいけないのではないかなというふうに思っておりますただこのようなですね大きな出来事が世界の歴史を見ていくとありました例えば1945年の第二次世界大戦の終焉そして日本においては1995年の阪神淡路大震災また2011年の東日本大震災 アメリカにおいては2001のです、ね、世界貿易センターを中心とする同時多発テロということでいろいろな出来事が起こってきたわけでございますけれどもその中でもです、ね、この世界的なマグニチュードという意味ではこの2020年21年のこのコロナ新型コロナウイルスへの大きなパンデミックというものは世界を大きく 変えたのではないかなというふうに思っております。えー、まあ今ある意味百年に一度の社会変革がどんどんと進もうとしているということでございます。まあもしもしですよ、このインターネットなりあるいは、えー、このようなデジタルによるビデオ会議のシステムなどがなかったら、などがない中で。 この新型コロナウイルスの感染の大パンデミックが起こってたらどうなっていたのかと世界で200万人と言われているですね命を亡くなされた方々の数っていうのはもう桁が1つではなく2つ何億人という人がですねこのコロナによって命を亡くされたのではないかなというふうに思います。そういうい意味ではこのインターネットがあってよかってかたなと いうふうにも思うわけでありまして、これによるですねデジタル化の加速というのはますます進んでいくだろうなというふうに思っております。まあもうあらゆるものが変わっていきつつあったんですけれども、まあそのスピードがですねまあざっと言って10倍ぐらい加速したと、100キロで進んでたものが1000キロになったと、まあ1000キロっていうとだいたいマッハですけれども。 まあ音速でですねこれから社会改革が進んでいくと思った方がいいのではないかなと思っておりますまあ今日はですねその中で三つのことをお話しさせていただきたいというふうに思っています社会の現象とそれから楽天のですね様々な今のアクティビティを合わせながらですねこの三つについてお話をさせていきたいというふうに思っております一つはあらゆるサービスがさらに幸福化価値化していく 2つ目はですねデジタル化が一層加速していくと。で3つ目はですねやはりこの一方でいわゆる地球の温暖化というものもですねもう本当に無視できなない状態になっております今年はね日本はどちらかというと寒い冬を迎えておりますがこれももしかしたら地球温暖化のですね えまあいわゆる反作用とということなのかもしれませんよっていかに CO2 を削減しサステナブルな社会へ我々としても貢献していくのかあるいは貢献しなくてはいけないのかというお話をさせていただきたいなというふうに思っております。えということで、えー、まずですね、えー、その高付加価値サービスへの転換ということについてお話をさせていただきたいなというふうに思っています。まあ、今何が起ころうか あるいは過去のいわゆる産業革命によって何が起こったかということだと思うんですけどももともとはですねこの IT インフランというものが出現して例えばパソコンによってさまざまな仕事をするとかあるいは銀行の窓口が ATM 化するとかそれぞれのです、ね、サービスなりビジネス産業というものがパソコンとかいわゆるコンピューターに乗ってきたと。 現在はですねそれがいわゆる消費者向けコンスーマン向けのサービスがインターネットという革命的なですねネットワークに乗ってきたとそしてこれからはですねそういうようないわゆる消費者向けのサービスだけではなくて製造業であったりあるいは金融業であったりはたまた農業も含めてですねすべてが IT インフラに乗ってくる。例えば 農業におけるさまざまな工作機械等々でも含めてですね全てネットワークにつながってくるオートメーションが進んでいくこういうですね全産業あらゆる産業だけではなくてあらゆるサービスがですね IT と結びついてくるインターネットにつながってくるということが起こってくるということでございます。そそのの中におおいててででですね日本ははらくく今までのようなな製造業だけではなくて さらにシリコンバレー型の知的財産を大きく積み上げていくまた金融都市に大きく東京が発展をしていくそしてまたエンターメンメント産業そして観光産業も含めてですねさまざまなサービス産業を大きくしていく必要があるというふうに思っています。とりわけですねこのディスラプションの中核になっている技術これは一つはやはり いわゆる人工知能 AI またですね超高速ネットワークサービス、まあ、5G については後でまたお話をさせていただきますがスマートフォンのネットワークがすごいスピードで進んでいくそして IoT あらゆる電子機器が家の電球までネットワークにつながってくるそれからだんだんと後でまたお話しさせていただきますけどもブロックチェーン技術 このですね、4つがこのディスラプションを大きく加速させていっているんではないかなというふうに思っております。まあ、残念ながらですね日本はどちらかと言いますとちょっと戻りますが先ほどの話の中でどうしてもものづくり日本と製造業これはすごく大切なんですがやはりそれを上回るですね革命が今起ころうとしているということでございます。まあ、その一つののつですね、大きなまあエグザンプルというか例っていううかが、 えー、私の友人でもありますイーロン・マスク、えー、もともとイーロン・マスク皆さんね本当にここに会場にいれば皆さん手を挙げてくださいって言うんですけど残念ながら、えー、こちらからそちらは見えませんけれどもイーロン・マスク皆さん多分知ってると思うんですよね。で、えー、時々、まあ、て今年は去年は、えー、コロナで来なかったんですけど話してるとですね僕のことミッキーって呼ぶんですけどミッキー。 俺たちはこれはバーチャルリアリティにいるのかリアルの世界にいるのか俺は時々わからなくなるんだってこいつほんとぶっ飛んでるなと思うんですけどもでもイーロン・マスクってもともと自動車メーカーをやってたわけでもなくあるいは NASA のスペースエンジニアでもなかったわけですねもともとペーパルといういわゆる決済インフラの創業メンバーの一人だったわけですけども彼が今やテスターという電気自動車 ちなみに高いか安いかは別にしましてテスラの時価総額は今自動車会社トヨタとか GM とかフォードとか BM とかメルセデス全部合わせた自動車会社の時価総額よりもテスラの時価総額の方が高い。それからご存じの通り本当にですね人を乗せたスペース X のスペースシップがですね宇宙までもう 辿り着いていてるそしてそれを通じたですねスターリングというネットワークを世界中に広げようとしていると、まあ、完全に「振り切ってるよねと」と、えー、世の中で多分誰が一番振り切ってるのっていうと、まあ、残念ながら三木谷義路氏じゃなくてイーロン・マスクという人が多いと思うんですがじゃあなぜが振り切れるかっていうとやはり「新しいことへの、ね、チャレンジ」ま「あ、楽天グループもいろんな形でチャレンジしてきました、えー」誰もネットで物を買わないといとう時に インンターーネッットショッピングモールを作った、えー、みんな集中集中集中っていった時に、まあ、トラベルとか、えー、銀行とかクレジットカードという形でエコシステムを作っていったと、えー、日本で誰もやったことがない、えー、社内公用画の英語化というのもやりました、えー、そしてあと、えー、でお話しさせていただきますモバイルにもチャレンジをしているとでこれが全部つながってくるんですね。でも 世の中的ににはそれに対するる批判もあるだけど我々のようなクレイジーなアントレプレーナーはこうなるだろうっていうのがんとなく見えているので振り切れるということかなといいいうふうこかなに思いま,すまあ日本全体としてはですねいわゆる失敗を許容する失敗を奨励しろとは言えませんけれども一回失敗したらもう終わり。 アメリカって失敗したアントルプレーナーにまた出資が集まったりするんですね日本は一回失敗したら終わりだけどやっぱりそういうことではもう乗り切れないような世の中に今なりつつあるんじゃないかなというふうに思っていますじゃあひるがえって皆さんがやっているネットショッピングの分野では何が起きるのかということでございますまずはですね一つはもうオンラインとオフラインの境目,目というものが なく物なっ,、えー、っていうと日用品から娯楽用品からまた大型商品、まあ、大型商品の一番でかいものっていうと家になるのかもしれませんが、まあ、そういうものも含めてですね全てオンラインで取りあの取引もされるようになりますしまあ一方、えー、そ,のそこで貯めたポイントなりあるいは楽天ペイを使って実際に店舗に行って買っていくとまたその時にですね店の中に入ったら えー、この商品がいいですよっていうですねリコメンデーションが自分のスマートフォンの中に冴えていくともうオンラインとオフラインオンラインとリアルこういう境目がですねますますなくなってきて、まあ、本当のの意味でのデジタル消費というものが実現をしていいくということが一つあると思いますでもうつこれがですね皆さんにとって極めて考えておいてほしいのはですね昔ってのはやっぱカタログだったわけじゃないですか。 テレビショッピングがあってカタログがあったで、やっぱり文字情報とか画像とかまあそういうものがどんどんインタラクティブになって単純にインターネットは効率がいいだけじゃなくてもっとリッチな情報がやり取りされるようになってきたと思うんですねまあ、えー、昔我々が始めた時っていうのはインターネットのスピードは14.4キロ BPS そうですね今でいうとで今はですねもう 5G になると1ギガ BPS です、まあ、まあいわゆる 10K から1ギガですから約10万倍ですねネットワーークのスピードは速くなってるんですね、まあ、10万倍というと計算するとおそらくフェラーリのスピードと赤ちゃんの歩くスピードぐらいの差があるんだと思うんですが、まあ、それぐらいですね情報のやり取りがリッチになってきたつまりフォーマットはもう変わっていくと今までのようなサーチボックスにサーチをして そして商品がだーって出てくる価格比較をしようとこのようなです、ね、ユーザーエクスペリエンスからもっともっと、えー、いわゆる動画であったりあるいはボイス声によるインタラクティブなショッピングあたかもリアルな店にいるような感覚でネットショッピングができていくような形に実現されていくというふうに思っています。例えば、えー、中国ですね まあこれはいろいろやっぱり中国の中で偽物がいっぱい多くあるとかいろんな事情もあるんだと思いますが今ライブコマースというものがですね爆発的に成長しておりますまあこれもここ2年ぐらいで一気に来ているんですねそしてライ,ライブコマースのユーザーという人がもう3億人以上中国の中で増えてきてるということでございますまあ画像でいうとこういうような形でですねまあいわゆる日本でいうと実現販売というんですかね いうようよな形で特に今回はコロナでもう本当に自分の店舗がダメのような人が例えば車を売るとかあるいは化粧品を売るとかいうような形で実演販売をしこのライブコマースはいわゆる独身のいいシングルデー11月11日ですね単日で16億円以上の売り上げを上げておりおそらくそのような形がですねこれからどんどんと普及していくんだろうなと。 思いま,すまあ、えー、どこまでスケールしてそれが何兆円単位になるかどうかっていうことは別にしまして、まあえー、特に、えー、今日ご参加いただいております、えーまあ、それほど大きくない店舗さんにとってはこのようなインタラクティブ性ヒューマン性っていうものをもっと出していくということが重要になっていくのかもしれません。まあ、我々の方にとってはです、ね、今もう楽天 皆さん楽天モバイル使っていただいているとは思いますけれども使っていただいている人はぜひ申し込んでいただいていわゆる新ししいいアプリリケーションリンクというものを作りましたこのリンクっていうのは単純に LINE とかバイバーみたいにそのメンバー同士でやり取りできるだけではなくて一般的な通信ボイスコールとか SMS それと今までのメッセンジャーを合わせたような形そして ファイル転送とか他拠点のビデオ会議とかいろんなことがこう混ざってきますでこれをベースに楽天グループのサービスをどんどん展開をしていこうというふうに思っておりましてその中のエクスペリエンスっていうのはよりインタラクティブより AI が入りそしてよりリッチなコミュニケーションになっていくということでございます。 で2つ目の、まあ、デジタル化の一層の加速ということなんですけれども先ほど申し上げました通りこれからはですねショッピングがネットに乗ってきたとか銀行サービスがネットに乗ってきたとかそういうことじゃなくてあらゆるもの、まあとでお話をさせていただきますキャッシュが消えるっていう話も含めてですねこれからはもうデジタルなしでは世の中は語れない世の中は語れないとこが何もできない世の中も動かないとこういうふうに変わっていくと。 いうふうふに思っております、えー、まずはその消費のデジタル化ということでありますがじゃあ楽天どうなの今、まあ、ということで今日はねあんまりせっかくですのであんまり世の中に出してないようなお話も少しさせていただければなと思いますが、えー、昨年の12月、えー、楽天市場の流通総額は50%程度伸びております。 この1月もそれぐらいい来ています、まあ、当然コロナによる影響というものはあるわけですけれども、まあ、おそらくこれはですねもうトランスフォーメーションいわゆる消費者の行動のトランスフォーメーションが起こったというふうに考えておりますのでこの傾向は続いていくだろうと例えば1人当たりの購入額も10%以上伸びておりますしリピートユーザーもどんどん増えていると。 いうことでございますで、楽天グループのですね良さはショッピングだけじゃなくて全てのことを同じ id と同じブランドとつながっているということでまあ、例えばトラベルということでも楽天トラベルはあくま今はちょっとまたね非常事態宣言で下がっておりますが明らかに業界全体よりも立ち上げが早くなってきてるつまりもうすでにですね楽天トラベルの方がま例えば え旅行代理店最大手の JTB さんよりも取り扱い高が大きいと、まあ、そのようなえ状態に達しているということでありましてじゃあもう一回リアルな旅行代理店に戻るかっていうとおそらくそういうことはなくて一回このおインターネットトラベルを使うようになった人はインターネットトラベルをどんどん使っていくということになっていくということでございますすそれから例えば楽天カードもうすでに万枚発行しております。 年末までには2500万枚。まあおそらく今日ご視聴のほとんどの方々が楽天カードを使っていらっしゃるんじゃないかなと思いますが、これを見ていただきますと、やっぱコロナになってもですね、楽天カードだけ強いんですね。えー、コロナの前はだいたい23％、そしてまあコロナが起こってもまだ22％。他のカード会社さんっていうのは今もマイナス10％ぐらいです対前費が。 なぜかというと楽天カードはまず一つはやっぱりデジタルなユーザーが多いということとネット上での使用が非常に大きいということでありましてこれも一つですねいわゆるデジタル化ののの一つ大きななな流れなのかなというふうふに思っておりますこの中で楽天はですねとにかくクオリティを向上させようとやはり集合として勝つためにはクオリティが一番重要だということで一つ目は UIUX。 まあ使い勝手をよくしましまょう。そして安、えー、安心安・全に取り込もう、まあ、例えば後で出てきますけれども、えー、送料無料ラインの統一とあったり、えー、あるいは、えー、他の事業者との広範な事業提携によるサービスアップそしてそのもとになるのが、えー、店舗の皆様の声とあるいは、えー、お客様の声と。 いうことでこのサイクルをですねぐる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 とどんどん速くしてですね進化を続けていきたいというふうに思っておりますでこの勝つ条件もう本当にですね正直言って a m a z とか Yahoo とかのバンバン伸びていると思うんですけどもこれはやっぱり皆さんと一緒にやってきた単物であると我々が考えていますのはとにかく個性のある多様性のある店舗さんにどんどん頑張ってもらうということとと,ともにですね まあお客様の目線で見ればそうは言ってもやっぱりある程度統一感があった方がいいよねということでこれをどうやって両立させていくかということであります。まあ店舗さんの個性といえば先ほど言いましたようなよりインタラクティブなコミュニケーションができるとかまあ商品の品ぞろえがいいとかあるいはジャンルごとに面白いマーケティングやってるとかえというようなこともありますしまあ統一性ということであればえもうバラバラのいい。 ババラバラのなんか、えー、そうですね、まあ、残念ながらそのチラシのようなものがバンバン集まってるんじゃなくてかっっこいい形でああるる。程度みんなページがが揃ってて、その中に個性がある、うん、全部でもナイキみたいなね例えばナイ,キナイキさんとか、えー、すごいかっこいいブランドみたいな形だけにするのが我々の目的ではありませんしあくまでも店舗さんの特性を使ってもらうんですけども、まあ、でも分かりやすいよねって。 というようなところに持っていく必要があるというふうに思ってますしそれから決済手段とかそれから総理についての一定の共通化というものをやることによって安心して変えていくというふうになっていくと思っていますでも環境的に見るとですね、いろいろチャレンジングなんですよねまあ皆さんも覚えているかもしれませんけど2年3年ぐらい前ですか武田さんこの前の物流危機は3年前ですかね えー、いわゆる宅配なんだ危機宅配クライシス宅配クライシス宅配クライシスってのがあったんですよ。私はも,もう本当にですね、まあどこで言いませんけど、まあほぼすべての物流会社の社長とですね、もうなんか警察に逮捕されるんじゃないかぐらいのですね、言、えー、い,い争いをしてですね、激怒してのを覚えてますが、いきなり、えー、宅配の料金が倍数 あるいは、場合によっては3倍になるというようなことがありましたこんなことがあってはだめだといざとなったら自分で運ぶぞという機会を持ちまして楽天グループは2000億円のの、ね、物流機能への投資を行っておりますこれによるです、ね、正直言って抑止力はすごく働いてるんじゃないかなといざとなったら俺たち自分でやるぜというふうにです、ね、ある意味抑止力を持っている。 という意味においてはこれは大変ですね大きな取り組みでありまして皆さんの方にもですねそこの分ところについてはご理解いただきたいなと思っておりますその人口カバー率が今63.5%までまいりましたそしてこの楽天スーパーロジスティックスのいわゆる物流拠点も今もうすぐ中央林間にできますので4拠点と ほぼ自動化されている倉庫をどんどん作っていくということでございます。これに加えてですね、全国にいわゆるデポというものを作りですね、物流を今充実させていっています。ただこれだけじゃ完璧じゃないと、これだけじゃ完璧じゃないんでどうしようかなと思ってたんですけども、ここで日本郵便との提携を先日発表させていただきました。これはですね、J.P. の物流プラットフォーム、楽天の物流プラットフォーム。 それからあるいはデータ彼らが持っている配送網これをです、ね、合わせてよりです、ねえー、安価でより効率的な物流プラットフォームを店舗の皆さんそしてまあ逆に言うとコストを下げるためにです、ね、店舗以外の皆さんにも作っていくというのがアイデアでございますそしてますます進化させてです、ね、皆さんが負担がないような形で物を配送できるというところを実現したいなと思っております。まあ、この 物流もとともにです、ねまあ、お客さん目線で見ていくとやっぱり重要なのは送料これはもう心情的にですねすごく重要なんですね。誰がとと言おうとよって楽天市場は3,980円以上買えば送料が込みであると、まあ、送料無料というのか送料込みというのか、えー、まあこれは表現の問題かもしれませんけれども、えー、安心感がある。 まあこれによってですね、これを導入した店舗さん、まあすでに85%の店舗さんが導入されています。そして流通総額でいうと90%がもうこのいわゆる三級ショップという形になっておりまして、この成長率もですね約25%違います。なのでもし残念ながらまた加入していただいてないような 店舗さんにおかれましてはぜひご一行いただきたいなというふうに切に考えております。まあこのようなですね、えー、まあ楽天の総量高いよねなんていう声はもうほぼ聞かなくなりました。まあこれによってですね、楽天のいわゆるネットプロモーティングスコアは13.9ポイント、これ驚異的な成長であり、その結果として去年はですね他社さんよりも早く成長し、ついに流通総額が3兆円を突破しました。 私の中には13の原則っていうのがありまして1兆円の次はそうですねもっと下から始めようかな1億円の次は3億円3億円の次は10億円10億円の次は30億円30億の次が100億円といきまして1兆円の突破した時の目標が3兆円で3兆円の次の目標は10兆円とまあ今までここで9年ぐらいかかってますから。 2030年ぐらいまでにはですね楽天市場として10兆円ぐらいの流通総額はやりたいいなとううふうに思っています、まあ、このコロナによるデジタルトランスフォーメーションでですねこの流通総額の成長率が加速度的に加速しているということでこれはでも2月3月からまたもうコロナの影響が入った比率になりますけれどもそれでもかなり高い 成長比率をキープできるのではないかなと思っております。なぜでなかというと、世界のレベルに比べるとまだまだインターネットショッピングの比率がですね、日本では六点七六パーセントということで極めて低いということですね。例えば中国はもう当然二十パーセント以上行っておりますし、それからアメリカでももう二十パーセントは優に超えているということを考えれば、当然ですね、まあこれが三倍になると。 いうものは夢物語でも何でもなくて単純に坂のですねシャドウがまあ緩やかなシャドウだったのがこれが加速することによってですねそこまでは自然といくんだろうなというふうに思ってますので皆さんもですねこれから業用をどんどん拡大するべくですね準備をしていってほしいなと思いますまたまあ三番目のポイントですけどモバイル今思い出せば十五年前ですよモバイルモバイルモバイルと モバイルがすごいことになりますよというような話をさせていただきましたが、えー、もうですねこれが 5G になってです、ね、ますます加速をしていくということになってくるともうですねモバイルが中心の世の中になっていくとハンドセットが中心の世の中になっていくと人間で考える時にモバイルが中心になって考えた方がいいかもしれませんよね。 でじゃあ楽天グループにとってどうかということなんですけれども、えー、楽天市場においてはですね、まあ、すでに76.5%が、えー、いわゆるモバイル端末での、えー、流通これは月平均なんでじゃあスナップショットで一番行った時にどれぐらいあるのっていうと元日は流通の、ね、86.3%がモバイル。つまりパソコンとか でやってる人はもう十パーセントちょっとしかいないってことですよね。で、えー、あ、すみません、流通総額が八十六点三パーセント、訪問比率が八十九点七パーセントであります。つまりこれモバイル中心のところ行くと、ということでモバイルを取られると結構痛いぞ。ソフトバンクさんもいるし、a ーアイエもあるし、ドコモもあるし、じゃあやっぱりモバイルのところにまあ根性を入れていくぞということで、楽天グループとして楽天モバイルを開始出しました。 去年4月の8日から始めまして年末まで、まあ、300万回線というのは一つの大きな目標ではありましたけれどもすでに200万回線をを突破をいたしております、まあそうですね今一日大体7,000件強平均で入っているという形になるんで300万人までは年間無料なんでもし入ってない方がいらっしゃったら今すぐ入っていただいた方がいいんじゃないかなというふうに思いますが。 単純に料金だけではなくて、えー、そのいわゆるデータで使い放題かけ放題で、えー、2980円、まあ明日また新料金の衝撃的な発表をさせていただきますが、えーまあ、あのこれがなぜじゃ楽天場番にとって重要なの楽天の店舗さんにとって大切なのというようなお話をさせていただきます。見てていたただけるるとと楽天に入る前と他のキャリアを使っていた時 を比べると倍以上のデータつまり倍以上のですねインタラクションが皆さんが始めるということでございますアンテナのですね基地局の建設もどんどん進んでおりましてもともとは2026年に96%という予定をしておりましたが今年の7月末までに96%つまり5年 五、ね、年強か弱か、まあ、約5年のです、ね、早前倒しそして年末までには人口カバー率97%強を目指し2023年にはです、ね、イーロン・マスクにも負けないような宇宙からの携帯への直接アクセスというものを始めますので、まあ、世界で初めてですねいわゆる国のカバー率ほぼ100%。 っていうものを楽天モバイルが世界で初めて実現するという形になります。もう山の奥に行こうが、えー、離れ小島に行こうが、えー、無人島に行こうがつながると思っていただけたらいいかなと思います。で、このですね楽天グループの戦略っていうのはあくまでも楽天市場単独ではなくて、楽天に行けばいろんな形でポイントが貯まるし、同じ ID でいろんなことができるし便利だよねと。 ということで今会員数は約1億人クロスユーシリーズつまり2つ以上のサービスを使っている人は72.6%年間のです、ね、ポイント発行がです、ね、なんと4700億円となんやねこの数字っていうぐらいです、ね、今大きくなってきておりまして、えー、まあこのポイントがほ、ね、他のポイントはなんとなく出してるけど使われなかったり、まあ寂しいポイントもいっぱいあると思うんですが 我々の方はまあ楽天っていうのは集合体でやってるから強いというふうに考えていただいたらいいと思うんですがあくまでも我々の実体的そして心のふるさとであれ一番重要なのは楽天市場であるというふうに考えていただきたいなというふうに思ってます。で じゃあ楽天モバイルなんか社長いっぱい楽天モバイル金使ってんだけど大丈夫なのというようなご心配もあるかと思いますが楽天モバイルはですね一つは楽天のエコシステムに入ってない新ユーザーをどんどん取り込んできておりますそしてその多くの方々がですね楽天市場で初めて使ったり楽天カードを初めて使ったり楽天銀行で口座をオープンしたり というようよな形で楽天エコシステムのデビューをしておりますとりわけ楽天市場に関しては、まあ、このちょっと短い期間の比較ではありますけれどもその1人当たりの月額流通総額が44%増ですから楽天カードをやっているから楽天モバイルがバーッと大きくなってきたとともにですね 楽天モバイルのユーザーが1000万人になり2000万人になり3000万人になり4000万人になってくるとそれだけの方々がですね楽天市場でもものを買うようになってくるということでございますので繰り返しになりますけれども入ってない人はすぐに入っていただいて家族も入っていただいて友人も全部入っていただいてお友達もそしてお取引先も全部楽天モバイルに入れてくださいということでございます。 で、えー、じゃあ黒数シリーズですけども楽天モバイルの55.1%の人が楽天市場で使ってます。これが徐々に100%にどんどん近づいていくということで考えていただければいわゆる楽天のモバイルというものが楽天経済圏にとって非常に重要な存在になっていくということを、えー、分かっていただければというふうに思ってます。まあ、ID データポイイントとといいううももののにかかえてですねモバイルというものを エコシステムの一つの大きな中核として位置づけて、エコシステムを拡大しています。そのですね、えー、まあ何が起こるかっていう最後のところですけど、これね結構衝撃的だと思うんですよね。つまりキャッシュレスじゃなしにゼロキャッシュになると、世の中から紙の支えが消える時代が来るぞと。これが 今年のです、ね、私の予言でありましてつまり中央銀行が日本銀行発行権を出さなくなる時代が来るとそんなことあるのかなと思ったんですけど世界ではもうそういうふうに動きつつありますしそれから例えばもう少し小さなアフリカとかあるいは東南アジアの国。 まあこの自分の通貨を発行するして管理して偽物が出ないようにしてすごいコスト高いわけですよねだったらもうブロックチェーンでいいんじゃないのというところがこれから出てくるということでございます,、まあ、すでにえ中国ではこのいわゆる CBDC ですねセントラルバンクデジタルカレンシーだと思うんですけどを発行する。 そしてインドもそういうのを発表しておりますのでもうつまり最初はそれを追加的に出すという話かもしれませんけども中国にとってはもう紙の紙幣は偽札もいっぱいあるしコントロールするのは難しいからもう全部デジタルにしてしまえということになると思うんですよ。まあ、その中で例えば用紙コンンピュューテティィグが出てきたらセキュリティは大丈夫かとかと そういういいろんなポイントありますけれどもあ結果としてですね、えー、楽天もですね、えー、楽天ウォレットというかしビットコイン始めてますしあれもう始まったのかなポイン楽天ポイントをビットコインに変えれるもうすぐ始まってなかったら始まってると思うんですけど、えー、楽天ポイントをビットコインに変えれます、えー、2017年から約25倍、まあ、これが正しいプライスか何か分かりませんけども。 何を意味しているかっていうとデジタルいわゆるクリプトの時代がもう来るぞと良いとか悪いとかじゃ来ちゃうんですよきっと。ということを考えると通貨が消えた世界っていうのはじゃあどうなっていくのということを考えておかなくてはいけないということかなということで我々の方はもとよりですね金融事業に大変力を入れております。 えまあ楽天銀行楽天ポイントそれから楽天カード、えー、またエディーとか Suica との提携も行っておりますし、えー、楽天ペンにおけるいわゆる個人的な決済送金それに加えてまあこの仮想通貨についても楽天ウォレットでこの楽天ウォレットで楽天市場でも物を買えるようになりますからつまりビットコインで楽天市場でも物を買うような時代がもうそこまで来ていると。 いうことですね。まあ、ポイントっていうのはある程度こう楽しみじゃないですか。私もあのポイント投資やっててですね。この間うに見たらパフォーマンスからなんか二十何パーセント出てたんでは。もっとやろうと思って増やしましたけれども。まあ、基本的にマーケティングってのは脳内シェアだと思うんですね。じゃ、そのためのフックっていうのは動いた方がいいんで。まあ、これは一つ大きなポイントになっていくかなと思ってます。例えば、えー、その一つはですね。まあ、この楽天カードの会員数。それから楽天銀行の口座数。 えー、そして楽天証券の口座数って書いてますがこの楽天証券の口座数の伸びっていうのはですね業界でもぶっちぎってます。ぶっちぎってもうすぐ口座数で日本ナンバーワンになるし楽天カードのような現象が起こってくるそのフックっていうのは全て楽天のエコシステムとポイントにあってでそこでまたトレーディングした人が楽天市場で物を買っていくと、まあ、こういうことが実現できているということだというふうに思うんですね。 なので、まあ楽天がなんかいろいろやってるんだけど、もう実は全部つながっているというふうに考えていただければいいかなと思ってます。で最後に、えー、サステナビリティのお話をさせていただきます。まああの先日ね NHK で衝撃的な話が、えー、NHK 特集かなでやってました、えー。この10年間が勝負だと。えー、この10年間で CO2 の削減をしないと。 えー、世界はですね、えー、もう、えー、取り返しのつかないことになってしまう、まあ、その一つのポイントっていうのは、えー、ある一定温度が上がってしまうと、えー、ロシアにある永久凍土が溶け永久凍土の下にはですね昔の恐竜だっていっぱい、ね、眠ってるわけですね。でそれは、えー、いわゆる、まあえー、メタンとしてメタンガスとして溜まっていると。 このメタンガスが溶けて要するに地表に出てくると世界中が温室効果になり一気に加速が進むと温暖化の加速をするとでその期限が約10年であるということまあある意味今回アメリカのですね政権がトランプさんからバイデン政に変わったというのはある意味世界にとってその意味においてはラッキーだったのかも 知ませんよってですね企業にとってこのサステナビリティとか CO2 の削減これは我々もそうですし皆さんにとってもですね、えー、もう何て言うんですかね他人事ではない、えー、何かいいことじゃなくてやらなくちゃいけないこと、えー、というですね段階に入ってくるあるいはやってない企業はもう社会的なに抹殺されると。 いうですね段階まで来るだろうなと思っておりますしやらなくちゃいけないという社会の構成員の一員として思っています。で我々としてはですねまずやれることからやろうということで楽天市場はじめ17のサービスでこの RE リニューアブルエネルギー100%というものをもうすでに実現をしています。ただ楽天株式会社全体としては51.4%です。まあ将来的には 多少コストが上がってもやっぱり配送のですね車を EV にしていくということも考えなくちゃいけないと思いますしそれからじゃあもともとの発電の元をどうするんだとまあどういう太陽光それから洋上風力発電地熱発電または新型の原子力発電含めですねさまざまなオプチュニティを模索していく必要があるというふうに思っておりますが。 まあその辺も含めてまで、まあ、楽天グループとしてはこの前も環境省さんの方からエファースト企業というような人形をいただきましたしさまざまないわゆるサステナビリティのインデックスにおいて優秀であるという形で指定をされております。ただ楽天はねやっぱりみんなでやってる店舗さんも含めてやってるのでぜひですねこの社会的 責任の一つとしてこのサステナビリティ環境問題というのを皆さんの中でも考えていただきたいなというふうに思っております楽天がいくら CO2 フリーでも店舗が出しているじゃないかというふうになっちゃうかもしれないんでぜひここはですね考えていただきたいと思いますし今おそらく社員の方々はそういうことも非常に問題意識高くなっていると思うんですねなのでそういう社員のですねいわゆるやりがいというか幸せ関数というか まあそういうものを上げるためにもですね、このサステナビリティへの取り組みっていうのは皆さんにとってもとても重要なものではないかなというふうに思っております。えー、そろそろですね時間になってまいりました。楽天というのは本当にね24年前に皆さんと一緒にそこからずっと作ってきたものであります。技術的な革新いろいろあるでしょう。大きな変革がこれから待っている大きないわゆるチャンスでもあるとともに。 チャンスについてチャレンジしなければ衰退しかありません。なので、皆さんと一緒にですね、楽天もこれからも果敢に。頑張っていきたいと、いうふうに思っております。まあ、総理の無料のラインの統一っていうのは、いろんな、あ、物議もありました。でも、やっぱりやってみたらですね。それだけの効果っていうか、大きな効果が出てるわけでございます。我々も間違えることもあるとは思いません、思いますけれども。皆さんのですね声にしっかりと、耳を傾けて、これからも。 精一杯頑張っていきたいと思いますので今後ともよろしくお願いいたします、えー、今年ね、本当に最後なんとかこのコロナを克服してまた次回は本当にフェイスとフェイスでお会いできることを楽しみにさせていただきまして私の講演を終了させていただきたいと思いますどうもありがとうございます